高齢の皆さんが本当にご苦労様でしたと、これからは安心して年金で生活してくださいというのが本当に優しい社会ではないかというふうに思っています。こうした高年齢者の本当に権利と雇用を破壊する一生働かせるような法律に断固反対をして頑張っていきたいと思いますし、高齢者の皆さんの賃金労働条件の改善、雇用の安定、健康と安全安心の確保を目指して共に頑張っていきたいと思います。今緊急にかかっている高年齢者雇用安定法案について、政府はこの間生涯現役社会を作る、また人生100年時代などと言いながらですね、65歳以上については労働法の適用外として、いわゆるフリーランス等で就業させるというような制度を作ろうとしております。絶対にこれは認めるわけにいきません。いよいよですね、参議院で、高齢者雇用確保法を含め、雇用保険の、7つですか、法案一緒くたにした審議っていうのが、今日から始まるということになりました。今ですね、東京の小池知事の発言も受けて、一層、景気経済の状況が急速に悪くなってます。もう全国の相談窓口、労働組合の皆さんも開いた窓口には、早速労働相談が山のように来ているかと思います。今こそやっぱり雇用を守れっていう声を本気に上げていく時だと思います。政府はですね、さすがに大きな補正予算を組むということで、来月の10日にも、補正予算、大型予算の、閣議決定を行うってことになってます。ここにやっぱりどれだけ要求を盛り込んでいくのかっていう戦いも一緒にやっていく必要があろうかと思っています。お話伺ってますとね、やっぱりね、雇用によらない働き方をしているところが一番に仕事がなくなる、たちまち収入がなくなる、暮らしていけないっていう状況になっていることは明らかで、労働者として保護される、こういう当たり前の働き方に転換していくっていうことも改めて問われているんじゃないかっていうふうに思います。今日もコロナでの対応、雇用保険の問題では、これ失業を支える大事な雇用保険になってます。ところが、国の国庫負担の繰り入れっていうのは大幅に低く抑えられたままの提案になってます。こんな時こそですね、国庫負担の繰り入れも本則に戻してしっかり支える体制にしていくってことも必要だと思います。同時に大問題になってます、65歳以上の働き方に、雇用確保法の中に、雇用によらない働き方を入れていくって、これ絶対に阻止しなければならないと思います。高齢者の問題にとどまらず、働く者全体にこれ広がることにもつながりかねません。皆さんと一緒にこの法案はやっぱり撤回だという声を上げて頑張り抜きたいと思います。